おかえりを使ったまま、まちみです。久しぶり。まちよみたいな。いやちょっとね、最近まちよがやたらなんか張り切っちゃってるから、見てるわ、私も本当にもうねえ、久しぶり。そうよ、もうね、ボーイズグループのオーディションって言ったら私だから。そうよ、ちょっとね、頼みますよ。なんか最近まちこがさ、大阪弁が薄れてきちゃって、だいぶ私寄りになっちゃってるから、私もうこのまま消されんのかなって合体して、そう、街見いらないってなっちゃう、不安になってたわよ。ちょっと思いきや、またちょっとボーイズグループのオーディションが始まっちゃったので、お願いします。はい、OK、 沸かしときな、はい、ね、事前の紹介 V とかはさ、私出てなかったけども、いよいよもうこっから本編だから。そう ね、こっからだから、こっからだから ね、本当によろしくお願いしますね、皆さんね。街見です、覚えておいてください、はい、それでは行きましょう。プロジェクト7、プジェス7、スタート。こちらね、はい、プロジェクト7始まったね、とうとうね、始まったね。なんでもう中みたいな言い方になるのやった。始まったね、本当に、200人だからね、なんかゼロセッティングっていうので、200人から100人まで、半分にね、いきなりね絞りますよっていうことで、はい、もうその100人の写真はバーッと出てたんだけど、それ以外の子っていなかったから、どういうことなんかなと思ったらこういうことやったよね。そう事前のね、200人って言ってるけど100人ぐらいしかいないじゃんってね。そう、どういうことだよ、なんだよって思ったら、ちゃんといた200人いたんだわな、まあでもね、200人もいたら、いろんな子がいるから、そうね、楽しいわ。なんかちょっと面白い、ね、そうよ、言ってみればガルプラのさ、双子の兄弟みたいな、8分にみたいなさ、なんかちょっとほっこりさせてくれる、子たちみたいな枠があってね、楽しかったよ。でもそれ全然歌えてない子もいたし、全然踊れてない子もいたし、そうよ、モデルチームとか言ってさ、モデルが次々こう出てきたけど、もう全然ダメって、いろんな子がね、いるのはそれがそれで面白いよなと思いながら、まあその中でちょっと気になった子を言って、そうね、全部言っていけないからね、私たちが気になった子をちょっと言っていこうか。全部やってたらさ、もう本編より長くなっちゃうから、本編より長くなるって言ったら、今回5時間以上あったんだから、もう6時間とかやんなきゃいけない。ねえ、そんなにやってらんないし、見てくんないし、そんなことやったって。シャープ1、2やったからね。そう、ね、まあそちらの感想をちょっとね、やっていきましょうよ。あなた誰が気になったの？私はやっぱり、キム・ソンミンくんが。あ、キム・ソンミンくんね。なるほど。あ、そういえばさ、なんか、事前調査してたじゃん。そう、SNS で人気の子はこれじゃないかっていうのを、ね。嫁間調べの。そう、いいねが多い人で割り出してたんだけど、結構だからその子たちが今回もフィーチャーされてたなって思う。で、それ、その子たちがどうだったかみたいなさ、ちょっと、ね、見ていいかな。これ10位だったのは、ハンミンくんね。ハンミンくんあんまり分量なかったね。そうだね。じゃあ行こう、次。で、ソンミン、あなた言ったソンミン。ソンミンくんね。あれがもうやっぱり首長いなって言ってたね、マチコはね。やっぱり高身長で、もう男前。笑顔が素敵。間違いない。だからもともとやってなかったのに、人気が高そうだったから、なんでかなと思ったけど、やっぱりみんなこのビジュアルが。ビジュアルよ。だってさ、実際やってみたらダンスダメ。そうなんだよ。歌もまあ全然ダメ。そんな予感してた。だと思ったよ、私だって。なんとなく、絶対あの入ってきてこう歩いてるダボダボのズボン履いてさ、入ってきたあの姿勢じゃ多分ダンスダメだなって私は思ったよ、もう一目で。踊ったら案の定だわ。本当にただ体を動かしてるだけみたいな指摘されて、そうで結構揺られたにもかかわらず S クラスだったよ。そうなんだよ、黄色の S クラスなんだって。まあまあそれはね、やっぱりね、ビジュアルが才能っていうから、ビジュアル S クラスなんだ。ビジュアルで S クラスすごい。だって本当だったら落ちてるかもしれない子だったけど、やっぱりもう落とせないぐらいの。落とさないわよ、あんなの落としたら。ビジュアルがどうしても落とせないぐらいのビジュアルがあって、しかも S クラスっていうのがなんかすごいね、この子。バカじゃないのって言われる、あれ落としちゃったら。そうやね。これまでね、10年私練習してきましたって言って、あのダンスだったらもう落としていいよ。ね。でも経験なくてだから、もうあれだけビジュアルだから、ちょっと伸びればいいもん。そうやな、伸びてほしいな、この子の成長が見たいよね。見たいよ。ね、彼はさ、まあまあ、いやいやというかさ、もう、
ついつい押されて、うんね、リーダーやっちゃったけど。そうなんね。ね、うん、そうなんね。ね、この後ね、チーム分けとかしてね。そうなのよ。やっぱりこう、そのグループ、こう、チーム集めたのはソンミン君だから、うん、ソンミン君さんにお願いしようっつって、うん、あれ、彼ももう断れないもんだから、やっちゃったんだけど、うん、うん、やっぱり実力がついていかないからね、ね全然。うん、まあでもそれにしてはいい感じに回してたかなとも思う。なんかいろんな子にお願いして、うんうん、ダンス得意な子が教えてとか言って、うんうん、で声かけてとか言って、うん、まあコミュ力が結構高いんだよ ね、この子って、うん、そうそう、こんなに顔が男前なのに、うん、そうそう、結構偉そぶることもなく、そうなのよ、まあ、そういうとこもちょっと可愛いなっていう、いい、だから性格も良さそうだし、うん、私としてはもう絶対残ってほしい一人ではあるね、うん、ちょっと頑張ってほしいな、だからそのためにやっぱりダンスとね、うん、歌とね、歌ちょっと伸ばしてくんないとっていうところが課題かな。ちょっと期待してる、うん。はいはいはい。ね、ね、はい。ちょっともうソンミン君ね、随分時間使っちゃったけど、あ、ヒョヌ君ね。ヒョヌ君もあの、ミルク君と同じグループ。そうそうそう、4人でね、うん、出てきて、ね、上手なんよね。上手、ね、上手。うん、あそこはね。上手だったし、うん。ただちょっとなんか足怪我しちゃってたもん。そうそう、怪我しちゃったのよ、あの、あとね。ね、うん、それがちょっと残念だ。ピークタイムにも出てたっていう、ね、そうそうそう、あの子たちグループで。うん、結構切実っぽいよね。そうよ、あの、プロデューサーがさ、もう泣いちゃってたもの。そうそうそう、うん。泣いちゃって。あんな怖いおじさんがさ、うん、ちょっとなんかあの、怖え親父だな、この野郎って。何考えてるかちょっと分かんないよ。そうそうそう。うん、なんかあの、ダイジェストなんかで見てるとさ、もう腹が立つとかさ、その態度に腹が立つとか、結構できない人に向かってワンワン言ってるみたいな感じがあったけど、なんかあそこで、あ、この人すごい熱い人なんだなって。そうだね。うん、思った。はっきり言うけど、うん、熱いものがあるんだな。だって私だって腹が立つと思うもん。うん、よくお前それで来たなと、うん。こっちだってもう時間も、もう大変なんだよ、200人も見んの、うん。せめてもうちょっと練習してこいよってなるからね。うん、だからそれも正直な人なんだなって、もう熱い人だなと。なんかでもすごい人なんや、ね。そうよ、今までいろんなプロデュース。うん、ね、有名な人なんだと思うんだけど、うんうん、そうそう。あの人が、まあ、やっぱ応援しているグループだっていうぐらいだから、うん、もう、やっぱりパフォーマンスすごかった。かっこよかったよ。うん、ね、やっぱりさすがだなって、うん。もう実際にデビューして、いろいろ経験してる人たちだからね。うん、それはもうスキルに関しては問題ない。だから、ちょっと怪我が早く治って、うん、うん、変に落ち込まないで、頑張ってほしいなって。そうね、調子を取り戻してほしい、ね。うん、私見た目も好きだし。そうね。うん、言ってたもんね、うん。結構気になる。そうそうそう。うん、それマチコね。あ、それマチコか。まあまあ、タイプ似ちゃうから。うん、やっぱ兄弟だからね。うん、そういうこと。うん、はい。はい。だから、ケンシンね。そう、ケンシンくんよ。うん、ちょっとケンシンくんがさ、ソータくんとペアだったのよ。あ、ビビリのソータとね。そうそう、はい、ビビリのソータとね。ビビソーね。で、なんかもう、うん、見るからに可愛い二人で、うんうん、もう可愛いダンスしちゃって、可愛い歌でね、こうやってやっちゃって。ニコニコでも、うん、めちゃくちゃニコニコでね。そう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 。ってやってたから。そう。ケンシン、そう、俺、ね、ケンシンって思った、私。あのセンターっていうの知ってるもんだからね、うんうん、もう知っちゃってるからさ、うん、それでって思うじゃんね、うんうん、まあ上手いだろうけど、うん、そしたらまああの K-POP が得意だっていうかちょっとやってみてって言って、うん、じゃあマニアックやりますってさ、スキズのさ曲かかった途端にピュッてもう顔つく変わって、そう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 、おいって、うん、カツカットぞこいつって思ったらやっぱりすごく良かった、ダンス上手だった、なんであれやったのか、まあまあソータに合わせたんだと思うよ、あ、そっか、うん、ソータにさ、じゃあマニアック一緒にやろうって言ったって、うん、ソータできないし、そう、うん、だからそういう優しい心の持ち主なのよ。謙信もね。うん、ちょっと謙信くんなんか、おーってなったよね、うん、あれなるほどって思ったよね。うん、ただ、あの、グループごとのまたいろいろやってるとこでは、ちょっとあんま目立ってなかった。そうやね。多分、韓国語がまだ喋れなくって。あんまりね、うん。自分から何を言っていいか、今何してんのかがちょっとよく分かってなかったかもしれない。うんうんうん、はいはい。だからさ、それだけにさ、うん、本当に中間発表だってなんだって、あんまり全然目立ってないし。そうやね。うん。なんか、いい評価も、あ、もらってなかったから、うん、それがどうどうなってあのセンターを勝ち取っていくのかっていうのがね、ちょっとあの気になるところで、次でわかるかなって感じ。そうそう、だから次一人ずつのビデオ録画というかさ、うん、あれで何か革命を起こすんだろうね。うん、まあ一応 S クラスは S クラスになってたけどね。そうそう、元々ね、うん、やっぱスキルはあるなっていう。その辺がちょっと楽しみかな、謙信な。はい。はい、民族。民族。はい。ね。民族はあんま記憶ない。そうだね。私もちょっとあんまり、うん、ないかな。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんね、ごめんね。ごめんね、ごめんね。ごめんね。また見ときますね。はい。はい、そして、お、ファンビン。あ、ビンファ。ビンファ。いろいろいるからね。ビンファ。ビンファね。
ビーファ君はね、ビーファさ、顔が覚えてたから、うん、こうカメラに抜かれるたびに、あ、ビーファ君、うん、あ、ビーファ君とは思ってたけど、うんうん、特にこのビーファ君について何かあったことはなかった。ないけど、動画で見た方が綺麗な顔してたよ。あ、本当、うん、本当、うん、私は結構そのままかなと思ったけど、まあ、でも綺麗な顔は、うんうん、してたから、うん、結構よく抜かれてたかな。そうね。だからまあ、あのエピソードはないけれども、うんうん、まあ、ね、彼もどっちかというとビジュアルで、ね、うん、人気、獲得している。しかもまあ中国勢ということもあってね、うんうん、まあ、今後に期待したいと思います。どんなパフォーマンスするのかちょっと楽しみです ね、うん、はい。そしてマジシャンね。マジシャンよ、うん、よかったやん。まあ上手になってた。そうよ、ね、嬉しかった。なんか、あ、うん、マジシャン頑張ってたんやなと思って、ね、うんうん、すごいなんか成長してたような気がする、うん、成長してたけどなんか相変わらずのなんかあの顔つきというかね、うん、顔つきはもうたまにちょっとなんか困ったようななんか可愛らしい顔するじゃん、うんうん、歌もちゃんと歌えてた。歌えてた、うん、でもあんまりまだ韓国語ダメなのかな。ちょっとまだまだこううまくコミュニケーションがみんなとそんなに積極的に取れてない感じがしたかな。だってさ、もうあれから何2年とかね、うん、経つわけじゃない。そっからもずっと頑張ってきてたと思うんだけどさ、うんうん、あんまり入っていかない。もうまだ外国勢みたいな感じで、うん、そうやね。ね、どこで練習してたのかな。中国で練習してたのかな。お家帰ってたんじゃないの、ね、うん、かもしれない。まあでもまだまだちょっとあの今のところまだ中心というかね、うん、話の中にはいるから、これからちょっと楽しみにしたいなと思います、ね、はい、うん、でカン・ヒョヌ君ね。あ、ヒョヌ君ね、うん、カン・ヒョヌ君はもう自分から常連ですみたいな、うん、3回目です。もうメガネもしてないから全然分かんなかった。どれがカン・ヒョヌ君か。メガネしてないし、なんか革ジャンみたいなの着てさ、ね、なんか雰囲気がイメージ全然違うからさ、それでいてなんか明るく、ね、あのサバイバルプロですみたいな感じで、ね、この写真とイメージがちょっとね、うん、まあ、ああいう子ならやろうけど、うん、私らはあの前のやつを見てないから分かんないだけで、うん、そうそうそう、そういう子だったんだろうけど、うん、でもなんかあのいい子そうだけどね。いや、好感持てたよ本当に、ね、まあ、自虐でね、うん、サバイバルなもうやってきて、もうサバイバルのプロフェッショナルみたいな感じでバッて言って、うん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 、ほんでもう雰囲気も盛り立ててさ、自分で、そうそうそう、うん、で実力もあるし、実際踊っても、ね、うん、歌っても周りの子にも声かけたりしてて、うん、ちゃんと水飲んでいきなよとか言ったりしてたしね、うんうんうん、余裕があったよ ね、その辺はね、うん、だから頑張ってほしいな。なんかね、頑張ってほしいよね、うんうん、ちょっとね応援したいなって感じになりました。はい、ね、人気あるからね、はい、そうそう、注目ですね、はい、今後も、はい、でキムシフン君、ね、シフン君なこれ全然雰囲気違った。そう、これあのマチコと見てた時は、うんうん、シフン君はきっと塩太陽だ、あ、言ってたね、そういう塩な子だがいいなみたいなこと言ってたけど、うんうん、実際はちょっと違った。まあでもオーディション始まるまではさ、うん、結構もう本当にクールな感じ、うんうんうん、ちょっと寡黙な感じ、寡黙な感じでいてさ、で始まったらバーッてもうすごい踊れるし、うん、っていう。この子は経歴なんだっけ、どうなんだろう。まあ、いろいろやってきてて BDC だったかな、実際活動もしてたんだよね。そう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 、いたりしてて、うん、まあ、だから結構経歴は長いんやけど、うん、だからもう経験者でもあるし、うん、だからその、 あの本当に素人の混ざってるようなあの空間の中でなんてはしゃいだりもしないし、そう、ね、冷静に自分をしっかり保ちながらオーディションっていうものに真摯に取り組んでるっていう感じが、うんうん、なんかそして本気度合いも俺はまた違うんだっていうのを伝わってきたし、うん、でももう切実すぎって言われたけどね。ちょっとね、揺れてっけ、言われてた、うん、言われてた、確かにね、切実さ本当に伝わった。そのなんかもう必死、うん、切実さが出すぎてて、うんうん、余裕が全然見られないから、うんうん、それがちょっとだ残念だったねみたいなこと言われてたから、うんうん、だから確かにそうだねと思って、もうちょっとなんか経験者の余裕みたいな感じでね、うん、やってほしかったのかなと思って、うん。いや、まあでも私はあれでいいと思う。うん、私も結構好感は持てた、うん。すごくなんか一生懸命やってる感じもするし、うん、すごい好き、なんか笑ったら可愛いし、そうそうそう。で、チーム分けしてさ、だからそこでも別に自分経験者だからって出しゃばんないのね、うんうんうん。うん。ちゃんとこう、どこに行こうかみたいな、どっかに入ってたね。ヒド君とこにいたのよ、ほんで。そう、うん、でヒド君とシフン君で、うん、なんかリーダーどっちかがやったらいいんじゃないって言われたけど、結局もうヒド君がね、あ、集めたね、集める時にあの子がね、そうそうそう、すごい仕切って集めてたからね、そうそうそう、うん、でも彼
ね、シークラスなのよね。そうなんだ。うん、あの、グレーのね。そうそうそう。着てて、うん、シフン君はピンクだったかな、ブルーだったかな、なんかそう。ブルーだったと思う。だったかな。うん、A クラス。で、ヒド君、まあ、ヒド君の話になっちゃうけど、はい、ヒド君もすごいいい子で、うん、明るくてさ、うん、結構みんな集める時もいい感じやったやん。結構いい感じでリーダーもできそう、確かにできそうかなってちょっと思ったんやけど、ね、でもヒド君の実力の本当の実力がわかんない。見た感じ C クラスだし分かんないなと思ってたけど、うんうん、ちょっとやっぱりその実力が不足してたのか、うんうん、ちょっとね教え方がちょっとねだからねそのあんまりだったよね、まあ、彼は彼でなんか結構頑張ってたみたいでさ、うん、あのコメントいただいてました、はい、これあの太郎さんでいいのかな、ヒド君とヒョンジェ君、うんうんうん、あピークタイム、うん、ピークタイム出てたんだって、あ一緒に出てたんだね、はいはいはい、うん、最終的に3位でした、あじゃあヒド君とヒョンジェ君がね、一緒に、同じチームで24時を一緒にやって、はい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 、3位だったと、うんうんうん、じゃあいう話です、実力はありそうな感じだね、うん、でまあミルク君もねピークタイム出てたからね、うん、結構ピークタイムから来てる子多いもんね、そうそう、だからそこでも一応存在感は出してたんだなっていうのは分かるんだけど、うんうん、でもあの練習風景見てるだけではやっぱり振り覚えも悪いし、ちょっと教えるのがちょっと、ね、教えながら、うん、進まなかったっていうのが、そういうのが苦手なだけなのかもしれない、うんうん、で自分の練習はできるんだけど、うん、教えるのはちょっとやってみたら思ったより苦手だったなって、うん、そうそうだからなっちゃったのかな、うん、そこはもう別グループに分かれたシフン君の方がすごくね、あの何回も繰り返し繰り返しさやりながらレベルの低い子をすごい引っ張り上げてる感じがあって、うんうんうん、うこれはちょっとリーダー変えた方がいいんじゃないのって私は思ってたんだけど、うん、結局なんか来週の予告になったら変えた方がいいかもしれないみたいな話になってたじゃん、そうね、うん、友達シフン君になるのかなって感じ、うんうん、すぐ リーダーとかもできるねって感じよね、シフン君、そうそう、やっぱり、うん、ダンスのね教えてる姿見たら、うんうん、シフン君はもういけるなっていう、それでもいや譲らないみたいな感じで予告、うん、終わってなかった。そうだっけ。うん、そうだっけ、うん。ちょっと忘れちゃったけど。それでシンクがあってなんかなってたような気がするのよ。でも分かんないよどういうあれかね、うん。実際には変わるかもしれないし、実際変わったグループもあったしね。そうね。うん。うん、まあでもシフン君は私はちょっと注目だし応援してます。そうね。うん、頑張ってほしいな、はい、すごく。はい、うん、それで次あれかミヌク君ね。ミヌク君ね。うん、4人組でね、そうそう、できて。さっきのあのヒョヌ君と、そうそうそう、金髪ヒョヌ君と同じグループのっていうね、そうビッグタイムに出てたって、あ、ほんでこれもさっきの太郎さんの情報だけど、うん、去年かなんか BL ボーイズラブ、はいはいはい、ドラマの主人公もやってたらしい、うん、ああそうなんや、うん、あなんかでも、うん、で出てそう、出てそう、だってジウンっぽいもんそう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 今ゼベワのね、うん、ジウンに似てるなと思ってたから、うん、ジウンも出てたんだよね、出てた、うん、そういうこういう男前系の綺麗な顔してる子はね、うんうん、BL に呼ばれがちだ、呼ばれがちなの、うん、だからそれもあってやっぱりそう人気ありそう、そっか、それでそのファンもいるのかな、いると思うね、合わせて、うん、あの人集めの時もすごい率先してね、うん、もう僕がみたいな、うん、ちょっとでもさ、たださ、うん、あれさ、うん、なんか集めといて、うん、でよそ行ったや、あれがちょっとどうかな、そうな、ね、そう20人ぐらいからバーってこう集めてこうで、うん、ね、呼ばれたから行って合併しないみたいなことになって、そうそうそう、うん、ここにいてもいいかなってなっちゃってそ、でそっからまあ自分のとこからちょこっと何人か来るみたいな、そうそう、ちょっと、ね、気に入った子だけ来たけど、うん、ちょっとあれはね、もうちょっとなんか正直ちょっと残念だった私も、いや編集でどうか分かんないけど、ちゃんとあの残った子たちにちょっとごめんこういうことでって言ったのかなとかいろいろ気になっちゃって、いやまあまあ、うん、いやまあどっちにしてもね、うん、ちょっと、うん、私はあのままリーダーであのグループを引っ張っていってほしかったけどね、どっちかというとね、うん、そっちの方がね、うん、すっきりしたかなって気がするけど、うん、なんとなくそうそういっかって感じでね、うんうん、ぬるっと合併しちゃったから、ね、乗っかっちゃうみたいな感じになったからね、まあ、うん、そこだけちょっと心配したな、うん、ただあのグループ決めもね、なんか私見ててちょっと辛かったわ。そう、ね。同じ練習生同士、オーディションを、僕の見てくださいとか言ってさ、うん、やってるのが、なんかちょっと悲しかったな。アピールして、でも明らかにね、うん、色で分けられちゃってるしね、うん、C クラスの子が一緒にやろうって言ってもなかなか、ねえって感じもあるしね。まあね、ちょっと辛かった。まあでも、実際にパフォーマンスの練習とか入っても、うん、パート決めの時はオーディションやっちゃってるよね。チーム内でね。そう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 。うんうん、
ね、でもあれとはちょっと雰囲気違ったからさ、そうやな、うん、なんかちょっと辛かったな、あのグループそう、ね、うん、決めてる時はね、うん、まあでもああいうのが多い番組なのかなと思って、うんうん、ちょっと、うん、ああいう、そうなんだって、ギスギス刺す、うん、感じが多いのかな、だって次なんてさ追い出すんでしょ、そう、なんか、うん、あんまりかなって思う人を投票で放出するみたいな感じで、うん、そうそうそうよ、で明らかに予告で〇〇さんをどうしますかみたいな、その〇〇さんで隠してたけど、隠してたけどさ、名札はそのまま映ってたからね〇〇さんが目の前にいたっぽいから、うん、目の前に立ってたからその人じゃないの、うん、と思いながら、私もちょっと前もって Google 先生と見たわよ、私ちゃんと、なんだったらその動画別で上げちゃうわよ、そう、ね、本当にちょっとまあ、うん、辛いことがいっぱいありそう、まあでもね、あのこういうサバ版あるよ、だから、うん、最近すごくあの和やかなサバ版が多いからさ、うん、うんうん、そういうやっぱりあのなんていうのかな、シビアな、うん、スパイスも中にありつつの最終的にやっぱりいい子たちが残っていくみたいな感じがいいわよ、ちゃんとなってくれたいんだけどな、なるな、うんうん、そう、あ、で、あと、気になったの人がまだいるんだけど、うん、キム・ヒョンジェ君でさっき出てきたピークタイムに一緒に出てたね、うんうん、キム・ヒョンジェ君っていうのが、うん、そのピークタイムに出てる途中に降板しちゃったっていう男の子のエピソードがあった、ね、SNS で。それで訴訟して、みたいな、1年間戦ってました、うん、で、勝ちました、みたいな。多分、もっぺんやりたいから来ました、みたいな。返せよね、あれね。そうなったんやけど。何それって。うん、そんなことあるねんな、韓国よく聞くけどね、と思って。いや、悔しかっただろうし、人間不信になるよね、本当に。よく頑張ったよ、でも。ちょっと下向いてるのもったいないよ、みたいなこと言われたけど、ちょっと人の目見るのが怖くって、みたいなことも言ってたし、でも、他のことも全く喋んないし、待ってる間も、なんかもう、多分怖かったんじゃないか。怖えよ。誰が何言うか分かんないんだもん、だってあの子にしてみたらさ。なんかそれはちょっと乗り越えてほしいなと思って、うんうん。訴訟には勝ったけど、うん、それで、ね、あの、ゼロっていうかさ、元に戻ったわけじゃないからね。ね、彼の場合ね。いろんなこと言う人いるだろうし、うん、頑張ってきたことがさ、もう、マイナスになって、うん、やっとそれがゼロになっただけで、うんうん、取り戻さないといけないの、ね、まだまだ。うん、だから今回、まあ、どこまでね、いけるか、デビューまでこぎつけるか分かんないけど、でも、精一杯頑張って。頑張ってほしいな、ね、うん、その姿は見たいなと思いました。ちょっと応援したくなっちゃったし、ね。で、ちょっとでも明るい表情になってね。そうね、うん、歌ったり踊ったりがもう楽しいっていう感じになってほしいわ。ちょっとね、まだ影のある表情してるからさ、うん、そうそうそう、うん、思ったし。実力ありそうだったし。うん、うん、あと、ヨジュン君？あ、ヨジュン君、あ、ヨジュン君ね。ゴヌクと同じグループだったね。そうそうそう、はいはい、で、あの子、意外とあの子だけ見ると上手なんやねんなと思って、思った。だから、ボイプラの時は、本当に全然、ちょっと目がいかなかったやけど、うん、申し訳ないけど、まあね、ゴヌクがインパクトありすぎたから。そうそうそう、そう、うん。で、まあ、彼もまだもっと若かったし。そうね。うん、まだ、今でも若そうだもんね。うんうん、でも、ちょっとやっぱり、経験者、っていうのがあってちょっとピリついてたよね、ピリついてたし、うん、ちょっと余裕もあった、うん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 、彼なりのね、自信もありそうだったしね、でも頑張んないと、そう、だからそれを前のこと忘れ、一回忘れてまたゼロからやってるって感じで、うん、明るくやってほしいねと思いながらね、うん、ピリピリしてたらねうまくいかないから、ね、大体ねと思ったかな、はいはい、もう一人あのボイ、あ、ちょっと彼ら、これは日本人、いや、日本人ね、日本人の子、ジン君ってちょっと あれだね、あんまりなかったね、なかったけど、でもなんか上手評価だった気がする、うん、あ、本当に、うん、で、ケンシはもちろんね、うん、S クラスね、いい感じの分量もらってて、今後楽しみ、どうやってセンター取っていくのかっていう、ね、そうね、そうがね、次の見どころです、うん、ユラ君がすごく評価されてた ね、うん、ダンスがね、もう振り覚えるのがむちゃくちゃ早くて、うん、みんなにも教えてあげてたし、うんうんうん、先生方にももう認められててね、うんうんうん、そして、コウタロウ君、コウタロウ君が私結構推しやってんけど、うん、最初の、うん、日本人の中ではこの子が可愛いなと思ってたんやけど、うん、はい、C クラスやって、うん、どういうことかなと思って、うん、でもこの子もデビューしてるはずだから上手なはずなんやけどなと思って、うん、ちょっともうちょっと見てみたいかな、まあまあ、 見る人によって変わるからね、うん、だから結局保留になったグループの中からさ、うん、30人をまた選びますって言った時に、うん、これを保留にしてちゃダメだよっていう意見もあったし、うん、だから見る人によっては、うん、
全然違うよっていう見方もあるわけだから、うんうん、だからそれも C クラスっていうのも他の人が見たら、いやこれ全然 A クラスでよかったんじゃないって、だからそういう感覚でさ、うん、見てた感じもあったじゃん、中間発表の時、なんで C クラスなのって言われてた子もいたでしょ、うんうん、だって、うん、だからまあまあ今後ね、本当に力あれば出てくるんじゃない、うんうん、そしてアダム、アダムもあんましやったかな、そうね、分量なかったけど目立ってた、なんかね、やっぱり、ね、やっぱ顔立ちのせいか、うん、あ、アダムだっていう、そうそうそう、すぐ見つけやすい、映ってたらって見つけやすい、ね、うん、ね、アンディ、そう、アンディもちょっと注目かなって思った、うん、キャラクターも良さそう、うんうん、アンディだから、アメリカにいて、ね、日本語も韓国語もなんかもう、うん、だからそういうのもいいし、うんうん、なんか明るかったし、ね、キャラクターも、うん、でちゃんと踊れて歌って、そうそうそう、うん、ちょっと注目、ちょっと期待だね、うんうん、日本人勢としてはね、可愛い感じだった、動いてるとこ見ると、そうそう、うん、バランスの取れたいいこと。山口聡。山口聡ね。山口聡君、うん、はい、今回はそんなにかな、映ってなかった。そうだ、そうだね。映ったら分かったよ。うん、そうそう。あ、山口聡だって思ったよ、私。男前だよね。男前。うん、あの、やっぱ背が高くって、うん、顔がちっちゃそうで。ね。結構映ったらすぐ分かった。あ、山口聡だって名前も覚えてるし。そうそうそう。で、山口聡さんに関しても、コメントをいただいておりました。こちら、まこデートさんかな、うん、山口聡は高校までバレエでセッターを敷いたそうです。あ、そうなんだ、うん、実力もかなりだそうで、うん、ダンスを始めたのは二十歳からみたいですが、一生懸命なので推してます、という。じゃあまだ、うん、ダンスとかはそこまであれなのかな、そうそう、うん、まあでもあの、そんだけあのバレエでセッターね、セッターやってたの、やってたの、うん、背高いのに、背高いってだってバレエの世界ではさ、180だと背高いとは言わないかったりするのよ、そう、 そうなの、うん、私たちがしたら180万あんのだけど、うん、本当のバレエの世界だとさ、180だったら小柄って言われちゃうんだから。うん、そうなんだ、うん。ね、だからそういうのはどうでもいいのよ、背が高いのに。じゃなくて、そこまで、あの、しっかり運動してきたっていうことは、うんうん、あの、ダンスも、ね、もう早いって、やれば、ね、うん。ちょっと注目かな、どうなっていくか、山口聡くんが、ね、うん、注目したいと思います。そして、優勢。大林優勢くんもね、一生懸命だった。いい子そうだったね。うん、ちょっと見た感じだとやんちゃ系かなと思ったけど、うんうんうん、結構泣いちゃう系だったね。泣いちゃったんだよ、あれ。なんで泣いちゃったんだっけあれは。あの、僕も、リーダー辞めますって言った子がいたじゃん。あ、そう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 。ね、ジュオンくんっていう男の子がすっごいムードメーカーで。そうそう、ムードメーカーで C クラスなんだけどね。そうそうそう。うん、でもこうみんなに声かけたりも上手だし。そう、リーダーでやったんだけど、結局練習が進まないからさ、中間発表で、もうリーダー変えた方がいいんじゃないのって、はっきり先生に言われて、もうその通り彼は受け入れて、僕はもうリーダー辞めた方がいいと思います。いいと思いますって言ったら、うん、この小林くんが、うんうん、僕たちも悪かったごめんねって言って、そんなこと言わせてごめんね、ごめんね、本当に、うん、って言って。ごめんなさい。だからリーダーは辞めない方がいいっていう風に、ね、言ってたけど、まあ結局変わるようになったけどね。結局ね、うん、変わったけど。だからなんか純粋な感じがしてよかったね。非常に熱い子なのかもし、うんうんうん、頑張ってほしいね。はい。はい、龍馬くん。私、龍馬くんか、ちょっと分かんなかったかな。私も分かんない。分かんないな、うん。ごめんね。ちょっとまた出てきたら、うん、まあ、これからね。うん、あ、で、そうか。あ、ビビリンソータね。可愛かったね、でも。むちゃくちゃ。ビジュアル。なんかでも、まだ子供だなって感じの可愛さだったけど。うん、そうそう。でも、ちょっと人気出ちゃうかもね。そうね。だから、まあ、一旦保留になったけど、うん。もう、可愛さで。そうよ。一旦ね、これまた、合格したって感じだから。あとはもう、ちょっとね、この短期間で、しっかり実力つけてください。で、ね、ちょっと注目組とかで、うん、まだ出てくるかもしれないね。分量がね、この先。そうですね。うん。チョセヨンくんね、これね、可愛い顔してるよね。うん、ボイプラのね、そうそうそう、おとなしい感じの子でね。三人でやってたけど、うん、でも三人とも上手やったなと思って、ね、うん。時々コメントさせられてたっていうね、なんかね。うん、いい感じの子なんだけど、ちょっとね、もうちょっと積極性があったら、うん、いいかなと思って。積極的ではなかった。うん、はい。そして、アヒョンね、さっき言ってました。うん、ね、はい。アヒョンとかヒョヌとか、まあ本当にいろんなところで呼び方、表記の仕方が違うからね。うん。うん、まあまあ、ヒョヌでいいのかな。うん。はい、というような感じでした。あとは、ね、まあマスターたちね、フイ君が出てるじゃないですか。そう、フイ君出てて、なんか嬉しかった。うん、ね、あ、フイ君と思って。うんうん、ちょっと MA1 にも一瞬出てたんか、フイ君。あ、出てたっけ、うん、うん。ちょっとだけ出て。一回だけ出たのかな、なんかね。で、今回もこの、ゼロセッティングの特別マスターみたいな感じで出てたから、うんうんうん、まあ、あの時だけだったのかもしれないけど、
でもあのママムーの子も出てたし、はいはいはい、G アイドルの子も出てたし、うんうん、って言ってなんかちょっとそういうのも面白かったし、うん、ふいくんふいくんはちょっとなんかまた痩せてシャープになってそうやねだから最初あれ違うかなって思ったぐらい、うん、お兄さんになっててね、うん、シャープ可愛かった相変わらず可愛かったね、うんまあでも気持ちはね、わかるだろうからね。そう、もうついこの間までね。ボイプラね、一回出てさ。ボイプラでね、あの、経験者なのに、なんで出てきたのっていうような状態でね、出てきてチャレンジしたけど、でも、一歩届かなかったっていう、うん、そういう思いも、ね、しっかりわかるし、だからミュークくんとかさ、うん、あの辺の、やっぱり、すでにデビューしてる組の切実さっていうのは一番、ね、うんうんうんわかる子だから途中泣きそうになってたじゃんだってこう同じ思いでやってるみたいな感じの子が出てきたら泣いちゃいそうなんですね、うんうん、同期だからなんて言ってさ、うん、ね、うん、そういうのもあり、うん、で あともう一人気になってたのが、うん、イチェンくんっていう、うん、結構最初の方にパフォーマンスしてむちゃくちゃ上手やって、うん、むちゃくちゃ上手やって、うん、リーダーやるって言ってリーダー決めでしょそう、うん、リーダー決めでリーダーやるって言って、うん、もう一人モデルのモデル上手な子とモデルと争って勝った子ねそうそうそう、うん、あの子ねそう、はいはいはい、でもみんな結構満場一致みたいな感じで、うんうん、このイチェンくんいいんじゃない、うんうんうん、って本当にその中国人が多かったから、はいはいはい、こう喋れる人の方がいいやんってなってたけど、うんうん、この一円くんが私もすごいいいなって最初思っててんけど顔も綺麗な顔してたしね、うん、上手やったしだからでもあのやり方がいいんか悪いんか私はちょっと分かんなくって、うん、結構みんなちょっとねでも不満そうだったなと思って、うん、だってあのワンマンプレイすぎるかなっていうね、うん、ほんで一人だけなんか別で練習してたりとかさそうだから最初に僕が1時間で振り覚えるから、うんうん、その間にやなんかやっときなよみたいな、うんうん、そこまでは良かったけど、うんうん、別にそれはいいのよ、うんうん、それでいいと思う本当にでも結局、うんね、覚えられなかったり、うん、自分も歌ができてないからってちょっと歌やってくるわ、うん、歌を先にやんなきゃって言うけどでも次の日はもう先にビデオ撮るんだよっていうね、うん、だから振りの方が絶対覚えなきゃいけないでしょっていう時にキャップ後ろにかぶっちゃってさなんか、うん、絶対歌が先っていうのと、うん、でそのダンスやった方がいいんじゃないっていうのもなんかみんな言えない雰囲気になっちゃってて、うんうんうん、大丈夫かなこのチームっていう風にそうあそこやばいよなっちゃってたよね、うん、だ結局モデルの子の方がリーダーやった方が良かったのかなとも思ったり、まあでも確かにビデオを一人ずつ撮るんだから、一人一人練習した方がいいのかなと思ったり、なんか、うん、難しいなと思ったりね。どうなんだろうね。いや、だから、まあ一人ずつ、でも一人では練習できない子がいっぱいいるから、リーダーが必要な、だったわけじゃない、うん、ああ、だからまあ、あれだね。ちょっと彼の場合は、うん本当に自分がリーダーやることで、うん、自分のこのちょっとこう分量が増えるというかさ、うん、なんか、でもそういう下心がちょっと透けて見えてた感じが、なんかコメントの中でもなんかそれっぽい感じのことを言ってたからさ、ちょっと残念。いい子だ、いい子そうだなと思ってただけに。引っ張っていきたいっていうよりも。うん、そう、どうなんだろう。これ悪変なのかなとかいろいろ考えたけど、ちょっとわかんないなと、うん。まあ悪変だとしても面白いけどね。そう、ね。うん。やっぱりああいう子がいないと。まあね。うん、で、まあこ、あれが多分失敗するよ、あのやり方は。まあ、時間が圧倒的にない中でのやり方、うん、やっぱ効率よくしないとね、うん、いけない。最初はだから大雑把にやっといた方がいいのかなとも思ったり。うんうんうん、だから大雑把にやって大体の振りが覚えたところでディテールにそれぞれ分かれて、うんやっていってもいいんだろうけどさ、うんうん、でもあれはちょっとねクーデターが起こるねクーデターが起こるかもしくはそのまま行ってもうあのグループはもうちょっともう全然ダメダメな感じになってそれで彼はもう痛い目見てグーって、うん、でそっからちょっとあのなんていうの考え心を入れ替えてなんか いい子になっていくっていうドラマがあれば彼はうまいことをそうですね。うん、最終ファイナルまでいけると思うけど。悪いとこは最初の方出しといた方がいいからね。そうそう。あと、うん、になると不利だからね。うん、悪くてもさ、とにかく目立った方がいいんだから。まあね。うん、目立たないよりは。目立ってはいたよ、本当に。うん、だから、うん。で、悪く目立つんだったら悪く目立っといて。とりあえず、ね。うん。そっからガラッとこう。挽回して。うん。そのドラマはみんな大好きだから。ね、いや、ちょっとイチェン君にはびっくりしたな、ですよな。まさかあんなことになると思わなかったからね。うんうん、ねいい感じだったからさ、うん。結構怖いオーラ出してたからね。そう。まあ、あれ本当に言えなかったよ、あれなんか。逆にあのモデルで上手やった、そう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 あの子の方がちょっとね、うん、
今は好感持っていい感じかなとも思ったりするですね。うんうん、ね、最初はちょっと出しゃばりかな、こいつ、みたいな感じがあったけど、うん、うん。なんかみんなのことも本当に心配してる感じあったしね。そうそう。まあいろいろ言ったけど、うん、なかなかねいろんな見どころ満載のそうやね、うん、もうめちゃくちゃ面白そうだったんだよ、ね、うん、サバイルバルー番組がここに帰ってきたなと、うん、もうベタだけど、うん、ああいう感じがやっぱ面白いなってね、うん、思っちゃったよね、うん、人も多いし、うん、でまあ次回はなんかその放出そう、ね、放出もあるし、うん、で一気に70人になるって言ってね、うん、あ30人減るんだねそうそうそう、うん、30人になる、うん、まあ来週はまだ減らないのかな、うん、その次ぐらいかな、うんうん、まあ、とりあえず30人は減るっていうことだよね、はいはいはい、一気に、うん、まあ、なんで皆さんのね皆さんの気になっているメンバー、ちょっと注目しているメンバーみたいなのね今日上がった名前以外の人でもよかったらあったらこう書いといていただきたいと思います。いろんなそして私たちのこの動画に対する感想なんかもぜひとも書いといてくださいね。あとはチャンネル登録じゃなくてここまで見た方は見ちゃったボタンね、はい、はい、押しといてちょうだい、よろしくです。でチャンネル登録もよろしくお願いします。急に待ち味があったやつ今まで待ち味全然出てなかった。何が何よ、待ち味は待ち味じゃずっと待ち味だったよ。何言ってんのあんた、途中全然待ち味じゃなくなった。何なのよ、じゃあ途中私は何だったのよ。途中なんかもう普通に待ち子みたいな、待ち子じゃないわ、何言ってんの。とにかくね今現在ねあんた見て見てるちゃんと、何ね、くっちのチャンネルのデータ見てない、ねね、チャンネル登録者数は未登録者 83% よ。あ、でしょうね、まだ、うん、でしょうね8割10人のうち8人はさ、ね、登録してないけど見てくれてんのよ、うん、分かるよ、分かる分かる、ね、なんか登録したら負けみたいな、なんで負けんのよ、なんで負けなのよ登録したら負けっていう人と、うん、だったらそれ負けちゃいなよ、もう今日負けちゃいなもう。あと、うん、こないだ私の久しぶりに会った友達が、うんうん、なぜかこのチャンネルをね見てくれてるんだけど、たまにね、やばい、たまにそう、うんうん、見てくれてるんだけど、うん、登録してへんけどなって言ってた。なんでよ、なんでよ、登録の仕方が分かんないんだって。分かんねえってなんだよ、おばさんか、ただのおばさんです。なんだよ、ポジって押すだけだよ、ここにある。もう一人の子は、うん、私登録してると思うんだけど、もしかしてできてないかもって言ってた、うん、それぐらいのレベルなのよ。何人だよ、何時代だよ、あんたたち。アカウントがないんよ、ペイペイもやってなかったから。よく生きてんだそれで、今の時代を。頼むよ本当に。それ分かんないっていう人コメントして、うん、ね、もう簡単だから ね、 ねできるからね、うん、そういう人もいるんだ。このチャンネル登録の仕方っていう動画上げちゃうんじゃん次。 ね、 ね、 本当にね、やべえな、もうショートでも上げたらね、うん、分かるな、うん、ということでございます。よろしくお願いします、この機会にね、はい、ということで、今日はまちみとゆめまちがお送りいたしました。また次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう、さよなら。